シルバーポーンはお年寄りのポルノです。小笠原さんは世界最高齢のポルノ女優なので認知度はやっぱりありますね。潮吹いたことってあります？潮吹き。50歳でさ母親が AV 女優って人に言えねえからな。そりゃそうだね。あらら、ズボンもびしょびしょじゃん。 あららら、ズボンも脱いで。100歳までやってもらいたいわね。小笠原優子です。86歳です。職業は AV の女優をやっております。大きい声出さないとダメだし、はい、私自身も撮影の時は声が大きいから、はい、でもうそう、もう一回お願いします。あー美味しい。あー美味しかった。おばあちゃん、おばあちゃん、どうしたの？あ、ハロー、久しぶりね。80歳から陽気のいい時、ね、あったかい時、年に2本撮るようにしました。そうだから8本ぐらい撮ってんのかな。でもその後コロナが入ってきちゃったんで、コロナのために撮影はお休みになりました。84、85、86でちょうどコロナの2年間撮ってないので、あ、一番いい時ダメだという感じでしたね。これが一番最初の作品です。まだね、若いね。今おいくつですか？80ですよ、内緒だけど。80、内緒ですか。世界最高齢の AV 女優ということで自分ながらびっくりしておりますので、もう一生私はないと思っておりましたんですけども、24年ぶりのセックスのをやりました。この作品はね、なんかね、恥ずかしくて私自分でもらってなかったんです。でももう1年過ぎてからかな、あ、そうだ、少し勉強しようと思って、でもらいました。もう自分ながらびっくりする方なこの写真ですけれども、女優として撮影が始まったのが、80歳ですけれども、その前に3年間居酒屋をやったりいろいろな仕事をしている中で、ずっと友達としていた人が AV のメイクさんをやるようになったので、私に一生懸命 AV の女優なれなれなれなってなってて、もう3年間言われてきました。よし、もうああいうのやりたくないねと思って、やるんだったら若い男だよねと思って、何気に言った言葉が会社の人に聞かれちゃって、用意しますよ、用意しますよって言われたって困るんだけどって言ったんだけど、いや、それに条件の合うような人を探しますから、そしたらやってくださいって言われたから、どうせそんな条件の合う人、若くて物がいい人ってなかなかいないんじゃないかなと思って高くくって言ってたんだけど、見つかりましたからって言われて、はあ、もうそうなったらやっぱりスタッフだとかその男優さんのね給料とかいろいろあるんでね、お断りすることはできないんじゃないかなと思ってその道に入りました。おじさん以上の人とは私は嫌なのね。セックスするの嫌なの。もう若い子でなきゃ嫌だっていう。それで大体 あのストーリーは孫ひ孫っていう感じ。彼女いるの？ちょっと深いこと聞くけど。いないよ。あら、かわいそうだね。別にいいじゃん。若い人っていうのはね、後ろ向きじゃないのよ、前向きなの。
じゃあお風呂入りに行こうね。うん、みんなで入ろう。初めてだから。どう？だから喋るのも好きだし、で体つきも若々しいし、マラも大きいし、小さいのはダメなのよ。凝ってるよ、気持ちいい気持ちいい、うん、気持ちいい。もともとの所属している会社の方はいまだにまだコロナの件で私の方に仕事が回ってきませんので、もともとはフリーですので、そして次の別な会社の方に出演します。まずちょっとプロフィールいただくことは大丈夫ですか？どうぞ。はい、メガネ出そうか。あー、どうぞ。ちょっとごめんなさい。どうぞどうぞどうぞ。結構小さいんだもんだって。ごめんなさい。まずは今日はその面接と撮影でできることできないことっていうことも聞いていきますし、今から。で、実際撮影してみてどうでした？いや、でもこんなもんかなと思って。あ、こんなもんかなって感じ。そうだけどね、私主人を亡くして男のものを見るのがもう24年ぶり。あ、すごいですね。やっぱりね、癖って出るの。はい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 、はい、あ、私は昔からこれをやってたんだなと思った、はいはいはい、男性経験っていうのはもう旦那さん以外はなかったってことですよね。だけよ。すごいですね。まあちょっと今からちょっと簡単に質問してきますんで、どうぞ答えていただければと思います。はい、で、今つけてるブラジャーのカップわかりますか？いいカップ。はい。例えば撮影で NG って今作ったりしてますか？NG なこと。例えばアナルだったりスカトロだったりハード SM だったり、この3つっていうのは三大って言いまして、最初から NG にはしてるものなんですね。でこれはまずできないですよね。そう、できない。あ、 OK です。であとは、例えばですけど、そのセックスにあたって自分の得意プレーとかあります？はい、締めるのは締める。はいはい、締める。あ、了解しました。で、潮吹いたことってありますか？潮吹き。よくわからない。よく言われるけど、なんだからよくそういうのわからない。経験はないって感じですね。じゃあ、はい、了解です。で、あとはもう生理は来てない。あるわけない。ごめんなさい。了解です。じゃあちょっとブラジャーだけの上からとかでもいいですか？はい。わあ、すごい。シワがないでしょ？そう、いや、本当です本当です。シミもない。はい、張りがありますちゃんと。そうそうそう。はいはい。いや、本当に下手な若い子より綺麗ですよ。本当におっぱい。そうでしょ、はい、そして乳首が黒くないで、うん、はい、あ、そう、それも見ました見ました。私の大好きなパパです。あー、ほんと涙が出そう。パパと結婚したのが、私は23歳、パパは24歳で、パパは童貞、私は少女だから、結婚したら1日4回もセックスしました。やりすぎました。その後毎日1回はしてました。もう生理中もやりました。妊婦のバンバン大きいお腹もでもやりました。やらない時はないくらい。パパは病気になって時にできなくなってごめんねって言っていました。それで平成の、7年の3月3日亡くなりました。35年本当にね、パパに尽くしてきました。でもその35年の尽くした毎日の鬱憤ばらしが過ぎた途端に出てきちゃって、私のストレス解散の発散場所ができたの。それでスナック、男の子を作って遊び回りのね、もうほんとスナックもやりいいの、もう居酒屋もやりいいので、もうほんとね、35年の結婚生活と全然別な人生を過ごしてます。ましてはまた最後に AV の女優ですよ。今自分でもね、未だに考えられません。
とやるっていうことがなんか今悪いことやってるみたいなって感覚がおかしくなってきてるので、 AV のこういう放送とかはね、とっても見る人がね喜んで見てると思うの。それがねどんどんこれから増えていくとなると、私のようなこの年の人でもいろいろと仕事が増えてくると思うので、体が動く限りですよね。何歳までこの仕事を続けられるかというと、ちょっと自分ではわからないけれども、あと 2,3 年かな、できるかな。そしたらいくつになる？ 90 になっちゃうかな。いただきます。いただきます。あれ水飲みたって。えほら水入る。えいただきます。うん、まあ、おいしいしょ。うん、忙しい人生です、これから。うん、これでほらコロナがだいぶなくなってきてるから、で撮影があるの。うん、うん、あなたの私の想像がつかない。想像つかないよね。私も想像つかない。あなたを見て楽しいと思わないもんだっだよね。親見て楽しいなんて気持ち悪いよね。ねえピースケ、あんたも暑いの？家族に話をするにあたって娘二人には話しちゃいません。で息子はもう年中来てますので、で息子には伝えました。ビデオテープのあれじゃん、 DVD のパッケージね、で見て、あ、それ見たの？あそこに入ってる。違う、そこに置いてあったんだよ。あ、ここに置いてあった。ここで見てはぁと思ってさ、何これって思ってもらわなかった。あれ見た時にもうね、正直パッケージだけでしょ、だって別にだけどもちょっとさ、演技だからこういう風に演技した方がいいんじゃないかなっていうのを研究するために見てたの。まあいいんじゃない、勉強にしないと。勉強の俺には衝撃的だよ。そうだろうね、そうだろうね。なんじゃこりゃだな。ガチで頭おかしいんじゃねえのって思ったそれ置いとくなよ、そういうところに。そうだよ、多分俺の目につく、つくとこに。いやいや、だからあそこ押し入れでなくてちゃう。いいよ、今置き場所なんか知らないよ。あさりもしねえし、見たくもないし。見たくもない。50歳でさ、母親が AV 女優って人に言えねえからな。そに言えない。そうだね。だね。お袋何やってんすか、 AV 女優です。無理、ガチで無理だろう。その話だ、そりゃそうだ、無理だねって言われるよ、絶対。飲んだ席でも言えねえよ、飲んだ席でも言えない。 100% 嘘だと思われる。本当だよ、嘘です。ガチでバカじゃんじゃないのだから、ね、ここいつだかあと 2,3 日中に撮影がある。今そう信じらんない。本当でも 2,3 年ぶりだよ。3年ぶり自由にやってればいい、ね、自由にやってればいい。はい、ね、自由にやってます。あんまりやってないけどね、今ね。じゃあ、わざわざさん、すみません、パッケージのジャケットの写真もうちょっと撮らせてください。パッケージの写真なのこれ。はい、ちょっと撮りますね。じゃあ、アメをセクシーに。あー、いいですね、可愛いです。何枚か撮っていきます。あー、おいしい。あー、いいですね、いい感じです。そのまま行かせてください。あー、可愛いですね、綺麗です。この仕事に入ってね、まあいろんなことをやってきましたけど、口の中に出されるっていうことは やってきました。でもね、顔に出されるっていうことは、私はそれは嫌だから、もしそういうのがあるんだったらそれはお断りします。挑戦したいなと思うのは、なかなかもう体がついていけるか、それがただただ心配なんだけれども、外人の男優さんとやることが、すごくあなたにはいいわよと言われた人がいます。あの、私はあの AV のこの仕事をしててね、何今更とかね、もし私にそういうことを言う人がいたら、あなた裸になって私に見せてっていう、あなたとてもできそうもないのにガタガタ言うんじゃないよっていうふうに私は言います。だから割と平気、 AVD なのと何やろうと
私は堂々と生きていきます。それからあれじゃない、健康も体力も今年はすごいあるから、うーん大丈夫。あ、そう、うん、目的を多く持った方がいいね。ちょっと足元だけは気をつけてね。そうなのよ、足元がね弱くなってきてるからね、うんうんうん、あとちょっと手を見せて、はい、大胆な手相だから普通の人ができない演技もできるわね。そうなの、うん、そうなんだ、うん、こっちの手も出して、まだまだ長生きするでしょ、100まで、100まで、うん、軽く、うん、若い20歳ぐらいの孫みたいな人とやってたような感じがあったね。ああじゃあ今回出るのと同じじゃない。そうだね、今度の子はね26、27かな。だって自分も年を取ったんだから原点に戻れば同じでしょう、初めて会った時と。そりゃそうだけどね、うんうん、幸せだよ。なるほどね。できない人もこの世にいっぱいいるから、うん、まあね、うん、だからこの住んでいるあの町は DVD のあのあれを買ったっていう人もいるし、うん、でインターネットでもあの見たとかって、ね、うん、あのみんな知ってるよって、いやあのみんな知ってるのはそれ結構だって言ったの、うんうん、それ宣伝だから私構わないよって言ったの、うん、ね、うん、やりたかったらあんたやればっていう、うん、初めごちゃごちゃ言ってたけど、うん、今誰も何とも言わない。私にはできないけれどもやはりできるっていう素晴らしいと思う。人生一回しかないんだから。じゃあこっちこっち、うん、でここで洗ってるから汚しちゃったからってね、うん、そう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 、そうだね、一生懸命洗ってるか ら、うん、それがピシャってかかっちゃったっていうことで、こっちだよこっちにね、そう、そう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 、でかかああ濡れちゃったわって言ってこう脱ぐ。小笠原さんこの仕事合ってると思いますね。最初はえって言われたんですけども、見学に連れて行ったら、まあ、こういう仕事もあるんだって新しく知ったみたいで衝撃受けたみたいで、私もできるかもしれないってちょっと好奇心、やっぱりあの小笠原さん猛省だったので、私もやるの、脱がすの、ここで脱がすの、ここで脱がすの、こうやって、あらららら、ら、あ、そうなの、そういうそういう流れのシーン、あ、そう流れのシーンなの。あ、そう、はい、あ、ちょっと一つちょっと新しい人生編み出してもらいたいなって、なんか自分でちょっと私好奇心でちょっと紹介しちゃったのもあったんですけども、小笠原さん最初の、まあ、女優になる時になんか言われたのが、私若いことしかしないわよって言われたので、今もそう、まあ、今もはいそうですね。今もそう、あの女優になる条件が若いことっていうことだったんです。物がでかいのとね。あ、そうですね。3年かかったからね。はい、じゃあ行きます。3、2、あらら、お台所水洗いしてるの、うん、たら濡れるでしょ、うわうわ、びしょびしょ濡れてるじゃない、ダメだよ、脱がなきゃって言って、重たいズボンも脱いでね。シルバーポーンビジネスのお客さんは結構年齢幅広くいますね。じゃあ3、2、ねえさ、ひよばあちゃん脱いでるか、いや、なんで脱ぐのここで。結構若い男性のお客さんもいたり、まあ年、同年代、あと女性のお客さんも結構多いです。希望みたいです、女性の。早くはできません、ゆっくりです。その年齢になってもまだこういうことができるんだよっていう、なんか世界中の希望になってもらえたらなって思います。何がいいのよ。今もこの仕事を続けているということは、この年になって20代の男性とセックスするというこうなんか夢みたいなところがあるので、それが一番いいかなと思ってます。足です、ね、大丈夫でね、これね、ガツこれね、痛いんだよこれ。はい、ちょっとじゃあ休憩、はい、行きます、はい、
世界最高齢の女優さんということで、まあ、とても、まあ、自分自身もそんな経験がしたことない体験なので、もし撮影中に小笠原さんが亡くなられてしまうことがあるとしたら、まあ、ちょっとそうですね、どうなの、まあ、ちょっと僕自身ちょっとやっぱトラウマになってしまうんじゃないかなっていうのは頭の中にちょっと考えながら撮影はさせてもらってます。問題があるとすればやっぱこう心臓的なことがありそうだなと思いながら、まあ、ちょっとそこは顔色を伺いながら、様子を伺いながらやってる感じですね。ちょっと待ってよ食べてちょうだいよ。パパが天国から見てたらバカ野郎と言うと思います。やきもち焼きのパパだから、お前何やってるんだって。いない人ですのでね、私は自由にやらせていただきますよと言います。来ないから草がこんな生えちゃった。お久しぶりだねパパ。お久しぶり。お久しぶりだよ。私の人生の中で AV になったということは、いろんな人とお会いすることができたというのものすごくプラスになってます。ですから主人との生活はもちろんですけれども、またこの世界は全然違う世界ですので、私はこの仕事が自分に来たということに幸せを感じてます。大徳院見学了承こじれい。大徳院見学了承こじれい。ママ元気にしてますからね、守っててください。パパまた来るね。ね、パパまた来るよ。第三の人生なのかな、第四の人生なのかな、よくわかんないけれども、出演する機会があれば出演したいと思ってます。